ありがとう、公演イエーイ、いただきました。よし、始まったぞ。これ白のくまちゃん、待って、ごめんごめん、こんばんは。ハースで映っちゃう、かわいい、ありがとうございます。なんかすごい顔色悪くないこれ、なんか何だろう、明るい、白好きなんだよね。じゃ白白になって、ありがとうございました。ありがとうございます。みんなこれ、これ脱いでいいかな。こんばんは。色味がやばい、わかる、色味が変。こんばんは。ここのやってそうなのかな、なんかな。公演ありがとうございました。こちらこそ、あ、待って、今日はこれちょっと今オブスだから映さないで。え、ちょっとオブス、悲しい、私、悲しいよ、私オブス、ね、公演で使う悲しいよ。ドラゴムを3本美白コンビだったのよ。あら、ありがとう、嬉しい。メイクさんに髪の毛やってもらってる時に作りました。キャラクター、なんかここかな、こんな感じ。でもみんなにいらないって言われたんで。昨日の握手楽しかった、ありがとう。さやいるよ、いるよ、お話ししよう。あとね、もう二人いるんだけどね。誰だ誰だ。あ、握手ありがとうございました。握手と、昨日は握手、公演ありがとうございました。これ、ちょっと映ってて。ちょっと公演は通りなんで前髪が、ね、これ、あ、こっちも映ってて。普段は2番目、この辺まであるんですけど、ちょっと汗かいちゃったのも。あー、今日の正解。世界は、誰だ、視聴者プレゼント。どこまで、あれそうなんだ。欲しいな。欲しい。誰、誰あげるから。ちょっと紹介していい？あー、これは。今日さあやちゃんがここから地平のさあやちゃんが目を細めた視聴者プレゼントでもらいました。そうなの？え、なんの？え、でも割とさ、サイズ感良くない？夢と、ちょうどいい、夢と、ななみ、あの、つかの方のななみとさあやがいるよ。ななみくれ、ちょうだいだって、ちょうだいだって。え、全然あげる。視聴者プレゼント。どうせ捨てるんでしょ。これ大切にしよう。言ったね。うん。ありがとうございますみんな。イエーイ。いえいえ。おお、さあやにいえいえって言われた。ありがとうって言った。ありがとう。さあやっていつから可愛いの？生まれた時から。うん、見てみたい。ちっちゃい頃の顔見てみたい、さあやの。いや、胎児の頃から可愛い。多分。さあやの。本もうさ、本入る前の。高校の時並みたことある。めっちゃ可愛い。わかる、入った時から可愛いよね。いや、全然信じられない。わかる、いいな、いいな。いきなり褒められた、ありがとう。びっくりしたの。わかるわかる。赤ちゃんの時から可愛いよ。いね、絶対そう、絶対そう。持ってきてよ、今度見たい、3歳とかの写真。え、でもね、結構ね、なんかテンパだったのよ。ヒノもそうなの、ヒノもテンパだったの、めっちゃストレートなのね。しかもなんかね、ちっちゃい頃になんか金髪っぽかったの。へぇ、そうそうそう。それ変わんないね、でも確かに、まあ色素薄い感じですからね。で、なんかね、最近暗くなってきたの。へぇ、そう。めっちゃへぇだ。ゆかも知れたことない。そう、ゆめもさ、割とね、茶髪だと思って生きてきたけどさ、さやが現れたからもう言えない、茶髪って。いや、ゆめの方が茶色いよ、ね、え、それはない。うんうん、そういうのが明るいよね。 黒くなってきたもん、最近。あ、ほんと。そう、なんか、なんかさ、ちょっとグリーンがかった黄色っぽいのと赤っぽい、赤ちゃん。あ、確かに、確かに。これ、この色、あ、違う、この色ではない。でもね、めっちゃ夢茶色いって思って。確かに、茶色い。え、相当相当だって、ほんと。いいなぁ、真っ黒だからなぁ。目も真っ黒だからさ、さや、茶色い、めっちゃ綺麗。アーモンドみたいな。おーね。でもなんかめっちゃね、なんかカラコンしてるのってめっちゃ言われるから。してないけど、なんかすいませんって感じで。目もさ、大きいからさ、カラコンしてるように見えるよね。なんかめっちゃ、なんか何、学校の時とか言われた、先生に。そう、そうなんだ。カラコンしてるでしょ。してないですけど、撮りましょうかみたいな。あったね、厳しかったからさ、学校が。ね、そうそう、厳しかった、私も。うん、そうね。リップとかダメだったもん。分かる、もうドスピンだった、うん、普通に、うんうん、ね、よく、ね、それでさ、すごい
ていう。うん、わかる。よくすっぴんで学校行ってたよね。普通にすっぴんでショールームとかやっちゃうからさ。あ、今でも？今はもう基本的に大体さメイクしてるからさ、あれだけど。確かに。この前までは普通に寝起き5秒とかでやってた。いろいろありましたね。え？何？え？シーンってなっちゃったよ。ごめん。スピードショールームはちょっと私はできない。ゆめちゃんってコンタクトだっけ？私はね、何もつけてないです。裸眼です。嘘？え？そうなの？あ、めっちゃそうじゃん。メガネだもんね。そう、そう、メガネかける。映画の時とか。ちゃんと作りなさい。私もコンタクトです。コンタクトさ、めんどくさいんだよね。怖いし。どんどん悪くなってる。私は。もうちょっとなんか。みんな視力いくつ？ね、コンタクトのマイナス5。あのさ、私もね、サーヤと一緒。マイナス5って結構だね。マイナス5ってわかんないの。え、マイナス5と。ユナコはえぐい。ユナコやばいよね。そう。ヒノは。ヒノがマイナス5、マイナス 4.5。 え、ヒノも悪いんだね。え、ヒノめっちゃ悪いよ。多分しかもそれより下がったのなんかわかんない。わかるかも。多分同じぐらいだよね、ヒノと。うん、そう、めっちゃ一緒。だからコンタクト、ね、なんだっけ、サーヤがなんかコンタクト忘れちゃって、いや、なんかね、忘れたっていうか多分乾燥して取れちゃったの。その時に持ってたから握手会の日だよね。そうだ、そう、握手会の日だ。全然わかんない、何言ってるのか。え、それはさ、0.、うん、いくついたのはあるの、視力？あるある。へぇ、うん、私も1回 0.06 出したことある。それはすごいの？え、すごいとは。すっごい悪いね。すっごい悪い。だって 0.1 より下なんだから。ああ、みんな、あれだよね、なんか結構視力検査の一番上のやつが見えない状態。そう、で、あ、そうなんだ。で、あのこの何、紙みたいなのを持ってこられるの。見えないよね、近づいてくるんだよね。そうそうそう、近づいてくる。そう、見えますか？面白い。わかりません。今見えましたね。そう、あ、右ですね。みんな前、結構ね、目いい人が逆にすごいよね。うん、羨ましい。ね、聞いて、こっち 1.2。 でもね、こっち聞いて 0.6。そう、ガチャそうだからね、こうやってやったら見えるんだけど、こうやってやったら何も見えない。あ、でも分かる。うちもね、左目の方が、ね、悪いんだよね。あ、そう、違うよ。そうそう。でもコンタクトはさ、え、めっちゃ世界変わらない？変わる。メガネって平面世界だから。分かる。そのあの隙間から見えないね。そう、ここ、あ、ここも見えるみたいな。そう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 。なんか開演されてる。え、あ、え、でもマジでおすすめだし、こっちだけつけようかな。あ、そういうのはないの？いや、あ、いや、ある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 。でも、そうだもんね。でも 0.6 か、0.6 だったらね、全然ね、見えるもんね。高橋ななみさんがすごいの。あ、高橋ななみさん、違うの。 2.0 と 0.1 なの。やばくない？あ、もう効き目なんだ、左が。効き目なんてあるんだ。ある、ある、ある。効き目は、こうやってやって、こう、あの、ものを入れて、効き目の方が悪いよね。やればいい。使うから。すごいよね、どっちか忘れたけど。え、めっちゃ極端なんだよ。すごい。そう、どうなるんだろうね。こうやってやったら倒れちゃいそうだよね。確かに。ね。ね、だからね、そう、いや、買いに行こうって。乱視っていうの？乱視って、うん、そう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 。うん。そう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 。だからね、そう、メガネ買いに行こうっつって言ってたよね、なんか。え、言ってたりさ。そう、やってたりさ。今さ、なんか、もう目に、目がコンタクトになるみたいなやつない？え、何それ。なんかさ、もうコンタクトを埋めるみたいな目に。へえ、そんなのあるの？なんて言うんだっけ、名前。レーシック聞いたことある？ない。なんかあれなら知ってる。なんかレーザー光で視力を良くするみたいな。へえ、どうして、なんだっけ。え、私ブルーベリー食べて目視良くするしか聞いたことない。え、人参は？人参食べたら足が速くなるんだっけ？知らないよ。人参食べたらレーシックとは分かんない、みんな分かってない。手術みたいな。そうそう。へえ、そうなの？すごいね。なんかもうコンタクトとかつけなくても、もう普段から見えるよね。へえ、それやばくない？いいよね。いいね。めちゃめちゃいいやん。でもまたさ、目にメス、また目悪くなりそう。貼り付けられてるってこと？乾燥しない？いや、全、いや、なんかね、なんて言うんだろう、分かんない。私も、え、角膜を削るらしい。網膜削る。どういうこと？網膜って奥じゃなかったっけ？え、あれ、網膜、あれ、それ違ったっけ？
えぐいえぐい怖い怖い。すごいめっちゃ理科的な話になっちゃった。理科的になっちゃったね。角膜か角膜を。へえ。そうなんだ。あ本当だコメントできてる。ねコメントでわかるコメントで教えてもらう。ねすごいね。でもやったことある人受けたって人いたよ。ね、コメントで。高そうだね。うんそうだね。そうねまあそうね。ね。へえ。なんかでもさそれ強制と似たようなとこあるよね。呼んだ呼んでないけど数年後なんかそのもうみんなやってたりしてるじゃない。あ確かに強制ヒノもさしたしてたのね、うん、あのインビザラインのなんかあのマウスピースのやつだから、うん、夢見たく針金のワイヤーのやつじゃないやつをやってて、うんうん、だからしてみたい。え綺麗じゃん。歯綺麗やん。直したくないよ。そうよ目が乾く目にゴミ入ってる感じするの、ね、わかる。今日ね一日ずっとね目にね化粧が入っちゃってね。お化粧が入るよね。だから目めっちゃキラキラしない。アイシャドウ入ってさ。そうあるあるだよね。コンタクトしてないけど、うん、えコンタクトしてなくてもなるんだっけ。なるものわからん。ちょっと待ってめっちゃ私空気読めてないわ今。はい誰もありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。握手会握手会ありがとう。女子会ありがとう。あ行きたかった。すごい渋い渋い会話だね。渋いっていうか女子高生の昼休み。女子高生でも女子高生の昼休みって何話すの。高校生になってる。一応ね私たちまだ私たちまだ現役ワイヤー現役現役 JK なんだからね。お疲れありがとう。わかんないのよね私本当にさ。そのなんていうの、うん、その地元の高校は1ヶ月通ったんですよ受験して、うんうん、だけどさすぐ引っ越しちゃったからさう、ねうん、こっちにね新潟に向かってさ。できてない。ほんと女子会何にしよう。ワイワイ、わかんないどうだろう。こけたって絶対聞こえてる今絶対聞こえてる。大丈夫大丈夫。そう今日さなんだっけ、ユニット、まあ、ほら無事にちゃんとそうそうね、まあ、ねユニなんかちょっと風邪気味でもともとなんかこう声やばいじゃん、うん、なんか、うんね、まあまあ喋らない。そう昼公演の時は、うん、あごめんみんな個人配信しててめっちゃ申し訳ない。いいよいいよ。なんか昼公演の時は全然泣いちゃったんですけど、うん、仮眠した後に急に鼻声になっちゃって、うん、だから全然歌えないし声も出ないし で、ね、でめっちゃ意識朦朧としてて、そうユニット終わって安心して気が抜けてたら階段から落っこしちゃって。本当にそれさ、ね、うち後ろにいたのね。あーあのそうか。星飲んだのユニット終わってから履けるやん、うん、で後ろのさ階段、うんうん、でなんかあともうちょっとだったんだよね下手側下手側、うん、そうそうそう。でも5段ぐらいしかないんですけど。これで転んだよね。そうでもちゃんえって言っちゃった。頭打たなかったから大丈夫、うん、ねえほんと綺麗にお尻からドドドドドって連れてってすごい落としなんか座ってたの普通に、うん、ドドドドって聞こえた。え声聞こえなかった。いやユニットアーケー MC で前出てて、うん、あのドッタタタタみたいな音が聞こえたから、うんうん、えあ誰か焦げだなと思ってそうめっちゃ痛そう。すごい心配した。本当に痛そう。びっくりしたもんし。でも今は大丈夫。うん今は大丈夫、うん、鼻なんか喉が痛いんだよね、うん、風邪ね。そう、それでめっちゃ真っ赤っかになっちゃって、うん、痛そう。ご心配をおかけしてしまいました。よかったね、でも出られて本当に。まあね、でもね、びっくりした。そうだよね、なんかさ、びっくりして腰抜けちゃって立てなくって、うん、あ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 、みたいなよくわかんないけど涙出てくるし、みたいな。いや、勝手に出るよね、本当に痛いとか。わかる、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 めっちゃ止まらなくなっちゃった。え、なんで鼻って痛い。涙出てこない。なんかさ、ツンってくる痛さとさ、なんかもう勝手にグギジュギみたいな音がするっていうかさ、なんて言ったらいいの。その話なんか違う、雰囲気雰囲気雰囲気痛いよね、めっちゃわかるね。気をつけなきゃね。そう、多分ユナコのね、鼻声が映ったのかね、なんか。あー、風邪ひいたの。あー、ユナコね、ちしまた、すごかったね。そう
でもね、今日の朝まではめっちゃいい声じゃない、ちゃんとした声が出てたから嫌、うん、なことは違う風だなみたいな、喉風かなみたいな。ベーアンって夢なの、うん、全然わかんない。でも最近ね、言われない。そう、なんか最近浸透し始めちゃって、なんかメイクさんが最初に呼び始めたんだけど。そうそうそう、じゃあひなのミムみたいなもんだ。ああ、確かに。あなたのおすすめは鼻声忘れたけど、なんか鼻声、まあ私は顔声ですみたいな鼻声さ、結構受けたのよ。足が好きやな、それ。嘘、結構受けて。え、指導の面白いんだけど。ちょっと髪を使ってこうかなみたいな今思ってますね。そのネタ、なんかそのネタめっちゃ好きだって。え、めっちゃ面白い。面白い、鼻声さよ。え、今もなんかないかな。え、みんな、ひなも欲しい、なんか。え、それ日村美乃じゃん。日村美乃はだってさ、マネージャーさんがさ、三村を日村って間違えちゃう。懐かしいね。なんかさ、うん、なんだっけ、え、合宿の動画が送られてきたの。あ、合宿中に。そうだ。で、あの、その合宿の動画にこれはなんか矢印、こう、なんかソガベ、ソガベとか書いてる名前がね。なのに私はなぜか日村橋本って書いてる。そう、懐かしい。え、しかもそれ1個だけのね、変換間違いじゃないさ。そう、わかる。そう、3つぐらい全部日村なの。そう、そう、懐かしい。懐かしい、超懐かしい。めっちゃ懐かしい。本当に面白い。いや、でもなんか、あ、ごめん、そのさ、3日後ぐらいにさ、ひのちゃんがバスに忘れ物をして、これ誰ですかみたいなグループラインで言ったら、そしたら、あのメンバーが忘れ物したの日村でしたって言って。え、それってさ、3日後だっけ。いや、わかんない、その時だった気がする。本当にバスの中でそのマネージャーさんに、あ、三村ですって言ったんだ。そっか、そっか、そう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 、確か。あ、違う、家に帰ってきてからだよ。え、家で言ってたの。あ、そうだ、そうだ、みんななんか集まってた気がする。そうそうそう、懐かしい。爆笑したね、それね。懐かしいね。懐かしい、全然覚えてないけど。え、ね、めっちゃ面白い。懐かしいな。なんかそういうさ、ニキのさ、多くない？なんか打ち間違いじゃないけどさ。いや、ひへえそうね。そういうの、三宮さん。ああ、そうだね。したいだけど知ってるかな。面白いネタがあるの知ってる。うん、サラと会った話なんだけど。うん、でも、わかんない。誰か、わかんない。どう思う？いや、全く何の話か全然わかんない。全く同じこと言っちゃった。この話をしていいかっていう話します。どうぞ。違う、今言ったじゃん。あんましちゃダメかな、こういう。え、どういうこと？じゃ今度サラがいるときに一緒にしようかな。の話ってしていいものなの？別にいいじゃない。分かる。でもいい、あの、なんかさ、なんか持ち物で、そうそう、うん、なんかちょっと変えて。そうだよね。そうだよね。そうだよね。なんかオブラートに包めるものじゃない？いや、でも、うん。まあ衣服。衣服、うん。服。でそれだとダメなの。これで言うから面白い。そうなんだよ。あー、これでみんな、え、なんだろうね。また次の機会に。そうだね、うん、許可、うん、許可取ります。あの、そうね、サラがサラとのエピソードなんで、ちょっとサラがいるときにサラ一緒にいようかな。めっちゃ面白いんで。顔めっちゃタイプですって言われたんだけど、うん、ありがとう。あんたじゃない、私よ。あとで見て、あとでそのサヤちゃん聞いてね。ごめんね、今話せないらしい。気になる、ほら、気になるって。ごめんね。じゃあ、ちょっと聞いたら。じゃあ、みんなフォローしてね、うちのルーム。みんなとかも。え、なんかさ、なんか面白い話ないかな。面白い話はめちゃめちゃあるよ。うん。話して。みんなほら。身内ネタ。身内ネタって楽屋ネタだよね。わかる。楽屋めちゃくちゃうるさいよね、ほんと。うん。ほんとにうるさい。なんだろうね。なんか、でも聞きたいよね、きっと。楽屋の話。楽屋とかね。楽屋は。私がこの前まで動画編集したじゃないですか、うん、あトマットあれで、ね、そう、あの、ゆめがめちゃくちゃ褒めてくれたんだよね。めっちゃ面白かった。あれめっちゃ面白かったよ。楽屋では誰がうるさいんだって。カホ。
え、でもカホってさ、うるさい時とうるさくない時さ、激しすぎん？確かに。まあね、テンションが。ゆめちゃんの動画フォルダ見た。ゆめさ、すごいよね。あ、ゆめやばい。え、あの過去のね、結構そうね、この前素材で送られてきて、あ、それまだ保存してないわ、うん、あ、ほんとに保存した。携帯爆発するんじゃないかって動画持ってる。そうなのよね、 64GB までなの、 63.7 とかなの今やばい、ね、もうすぐで爆発する。めっちゃわかるわ。いいよね、なんか動画とか残すのすごい好き。わかる、消せないよね。ほんとに、なんか幸せだよね、ほんとに。写真とかもすごく好き。存在がうるさい。なんですって。誰がうるさいかね。でも他に、私もうるさい方だけど。そうね、静かな人。確かに、あんまり。みゆみゆはちゃんと、みゆみゆぐらい偉い、偉い、偉い。でもみゆみゆもさ、テンション上げるとめっちゃ喋るよね。みんなそうだよね。うん、確かにテンション上げると本当にマジでなんか部屋の隅っこに固まってこう、うん、なんか静かにしてる子は本当に、ね、いないそれはいない。みんな固まってる。うるさいかな。だからうるさくなっちゃうね。わかる。だってね、なんか本当にね、ちっちゃいもんクラブうるさい。あ、そうだね。賑やかだね。なんかさ、この間さ、昼夜公演の間にさ、うん、なんかちっちゃいものクラブで配信してて、うん、なんか違う部屋で配信してたじゃん。だからさ、あ、ここで配信してたんだけど、そう、だからあっちの部屋に、普通の楽屋に大人目ちっちゃいものクラブ以外しかいなくって、めっちゃ静かだったっていう、ね、確かに。しかもだってみんな、そう、昼夜だからさ、昼夜はもうみんな休む時間みたいなさ、寝てる人とかも結構、ね、仮眠してる。大人目ってさ、体力ないのか。ね、なんかね、同い年なのにそんなこと言わないで。そっか、悲しくなるから。でも寝ることは大事ですよ、うん、今いつも寝てる、うんうん、私も今日寝ようかなって思ったけど、今日は寝なかったな。今日寝た。大人目、仮眠。そう、仮眠、仮眠する人いない。寝るの大好きだから。わかる。でもね、自分の寝言で起きちゃうの。はぁって言って起きちゃうの、自分で。でもある、たまに私も、はぁわかるわかる。動くよな、ブルってなるやん、たまに。かるね、まあ、私、これ話したことあるかわかんないけど、うん、睡眠アプリみたいなの。あー、はいはいはい、寝言とか。はいはいはい、言ってたね。そう、どうだった。寝言とか自分じゃわかんないよね。わけわかんない、喋ってるけど、はやーマジ。え、めっちゃ面白い。ちょっと面白そう。超恥ずかしい。やってみようかな。しょうがないよね。でもめっちゃ 動いてる。私なんかゴソゴソっていうのも。ゴソゴソ歩いてる。歩いてる。歩かない。寝るときはいいっしょ。でもさ、メンバーによらない。今いつもえ、うち、なんかさ、寝言言ってたことある。さあや、めっちゃ寝るの静かだよ。ほ、うんと、ありえないくらい、もう、え、息してしかもさ、しかもさ、あのさ、椅子で寝てるもんね。なんか、劇場でさ、うん、劇場の椅子と同じ感じの、なんていうの、こういう、フンみたいな椅子あるじゃん。椅子、こういう椅子乗るとさ、こうなるやつ。劇場と同じ椅子。え、どういうこと。あ、映画館とか。そうそうそう、そうそうそう。え、普通に泊まってる時とかは。え、全然、めっちゃ静か。マジで静かだよ。しかも入眠早いよね。入眠入眠だから入眠早いよ。泊まるとさ、すぐ寝るよ。うん、すぐ寝る。本当に漏れたもん。わかるわかる。ななみは大体起きてる。夢もめっちゃくちゃ遅い。わかるわかる、お互い。夢はね、たまに寝言言ってんだよ。嘘。そう、そう。どんな？え、なんか言葉発してる？なんか言葉ではなく、なんか。かわいい感じ。よかった、かわいくて。みにゃみにゃみたいな感じの。かわいい感じを言ってるから。泊まりでうるさいの誰？泊まるとき。あのさ、この間さ、サーヤとナナミがうち泊まりに来たの、うん、そしたらさ、寝る、はい寝るよってなってから、消灯してから、サーヤが待って、恥ずかしい。いいけど、サーヤが急に踊り出してなんか、違うよ、踊ってないよ。夢のベッドに侵入してきて、なんかうぇーって。その前に私のベッドに、私の寝てる通り入ってきてるわけ。一緒に寝て。それで夢のところに侵入してきて、何すんのって言ったら、一緒に寝ようって言ってきて、3人でなんか3人で寝たの。いや返した、あっち行けって言って。返したいいな。なんか本当狭く一つの、うん、面白かった。違う、なんかさ、暴れてたよ。そう、なんか寝れなくて、うん、
だからちょっと並びが横にいたから枕投げてみたいな。修学旅行かよって。で、サーヤだった。そっからの夢のそうそう、日野最近夢地にお泊まりは行かなくて、逆にさ、私のとこにちっちゃいもんが来るから、うん、そうね、そう、そう、日野地でなんか保育園すごいね、そう、めっちゃ面白いね。そう、なんかね、あの最大全然、あの最大っていうか、あの本当ちっちゃいもんが来る、うん、泊まりに2人とかで同じベッドで寝させたり、ね、保育園なんだろうな。しかもみんなさ、恐ろしいくらい朝起きないの。わかるわかる。確かに。だいたい最初に起きるのは夢。うん。あ、そうなの？遅いけど。うん。遅いけどってないね。遅い。遅い。見ても携帯いじってるもん。ね、眠りながら。眠りながら。間違えた、寝ながらだ。みんな仲良しだね。だってだってね、遊園地もお泊まりセットありますから。そう出た、そう言ってる言ってる言ってる。さあやと大塚七海のお泊まりセットがうちにある。え、マジ歯ブラシあるよ。歯ブラシも立ててある。いや、ほんとなんかこの前久しぶりに遊園地のね、お部屋にね、遊びに行ったら、いや、ここ何人家族みたいな何人一緒に住んでるみたいな。遊園地のいっぱい歯ブラシあんなと思ったら自分のだからねえ、で夢から目覚めるかだって。夢から目覚めるで、夢から目覚めるだってコメント来てるよ。それはさ、どう返す、うん、あの、なんだろう、うまいねって返してあげるの。うまいねうまい、感動ちかな感動ちかなそれもすごい好き。今度夢に泊まりに行きたいな。じゃあ今度からさ、宿泊料金取るからね。うわ、一泊一泊一泊1万やばえ、じゃあ、いのんちゃんおいで。ね、いのんちゃんおいで。なんかさ、そのさ、みんながさ、泊まってくれるからさ、すごいなんか私一人の時がめちゃくちゃ寂しくなっちゃって。あ、わかるわかるわかる。なんか、ね、あ、じゃあ、ひのんち行こう。なんで振られたんだけど。ひのんちいくら。ひのんちはね、無料だよ。5万、無料。5万、ひのんち無料だから。ひのんちゃん無料だから。最大何連泊したっけ?4。4? そんなにしたよね。なんかさ、短い夏のさよならの時にさ、そう、あの去年の夏、そう、撮影日が結構連続してあったから、確かに人と待ってたうちに、そうだね、鬼早かったよね。はい、聞いてください。その時なんか5時半とかにね、集合だったの、うんうん、で私5時15分には家を出なきゃみたいな、そんな時があって、うん、でそのね、私毎日アイドルやってたから、その日の夜何時帰れるか分かんないじゃん、うん、だからもう朝やるしかないと思って、5時起きて5時15分まで家って、5時15分に家を出るみたいな、そういうことやったの。え、あ、そうか、そうか、そうだよね、時間制限がある、ね、そうそうそう、15分やらないと毎日アイドルにならないからさ、そんな日もありました。尊敬、5時から見てくれるファン、いや、確かに、いるんだよ、マヤンちゃん、ほんとすごいよね。いや、ありがたいよねほんと嬉しい、もうほんとありがとう、もう感謝しかない。どっちもすごい、どっちもすごい。今見てくださってる方々も、うん、そう、昔からね、本当に、本当に遠くにね付き合ってくれてありがとう、ありがとうございます、ね、本当ラジオみたいに聞いてください、本当。そうだね、そうだね、ラジオ感覚で、うん、いいよね、ごめんなさいね。ゆめちゃん早起き得意なんだってちょっと誤解されてるよね、これは。違う、ゆめは早起きは得意ではありません。めっちゃ他の人が低すぎるんだよね、多分ね。そうそう、そう、基準がね、めちゃめちゃ低いからね。わかるわかる。お時間です、だって。あー、マジで、もうお時間早い。あ、早いね。特に。なんか、一人で配信するより、こう、みんなと話した方が、なんか、素の自分っていうかさ、出せるから、多分ね、ファンの人も楽しいと思うんだよね。旅館そば部ではご飯出ますか？あのね、ご飯、あのね、毎回食べてるよね、なんか。姫が作ったものを、うん、あ、はい、食べてる。食べました、この前。え、あれも食べた、なんだっけ、チキンみたいなやつ、ヤンニョムチキン。姫がね、そう、一人で作ってるの、黙々と料理を。そう、自分で食べようと思って。え、待って、ないよ、そういう経験。あ、いなかったかもね。だから、あ、これいいですか。で、私家保育園だけど、ちょっとあのお弁当にしてもらってるので、ちょっと私が作れないから。え、うん、あ、そっか。ねえ、そりゃ、もう終わろうかな。そろそろ終わろう。今日はこれで終わりにしよう。
構疲れてるよね、ひなちゃんもね。映していい、みんな映していい、はい、ありがとうございました。あ、映ってなかった、ね、ありがとう、ありがとう、夢が映らない、ありがとう、ありがとうございました。一番端っこにいるからね。こんな感じで配信しておりました。はい、まなみでしょ、夢、あ、はい、この4人でした。ひの、はい、ありがとう、ありがとうございました。バイバイ、ありがとうございました。またメール送ります。明日も、明日私多分いないですね。ありがとうございました。おやすみなさい。いい目見、おやすみ村。いい目見てね。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、お疲れ様です。おやすみ村。いい夢見てね。待って、声がやばいよー。